皆さんこんにちは。お久しぶりです。ニーチェでございます。ニーチェは先週コロナにかかっておりまして、10日間家で自宅待機してました。今日は、コロナ明けの休みということで、バイクでちょっと山に来てみたんですが、今いますのが、これ奈良県の十津川村というとこですね。ちょっと熊野古道と書いてある吊り橋があったので、ちょっと、渡ってみようかなと思います。実はニーチェは実はニーチェはかなりの高所恐怖症で、このようなのは本当はあまり渡りたくないんですが、まあネタということで渡ってみたいと思います。柳本橋って書いてありますね。高さ10メートル、長さ90メートル。いやー怖いっすね。ちょっと行ってみます。はい、行ってみます。よいしょ。うわー怖い、もう怖い、もう怖い。鉄骨とかワイヤーがピカピカなんで、建て替えたばっかりの新品なんですかね。でも怖いです。めっちゃ怖いです。でもこれ行ったってことは帰らなきゃいけないんだよね。行けないので、帰りも渡らなきゃいけないので、めちゃくちゃ怖い。怖い。渡るんじゃなかった。ちょっと慣れてきたかな。すごいよね。十勝川じゃねえよ。十津川村のあたりはですね、こういう何もの地形が多いというか、吊り橋が非常に多くてですね、もうちょっと行ったところに名前忘れたんですけど、ものすごい有名な、これよりももっと何倍も長い吊り橋があったりするんですけどね。皆さんよかったらちょっと挑戦してみてください。お、渡れた。一度に5人以上とかしないでください。いやーそこですよ、めっちゃ怖い。はい、十津川温泉で、果てなし集落っていうのがこの先あるんですけどね。ちょっと今日は遠いんで行かないですけど、ここはポスターになってるぐらいちょっと有名な場所で、皆さんもしよろしければ行ってもらえば面白いかなと思います。 1.3 キロか。まあいいや、本当にします。ということで、もう一回渡ります。はい、もう一回渡りますんで、よかったら私の叫び声でも付き合っておいてください。うお、2回目も怖い。いやー、高いな。10メートルでも本当かしら。10メートルぐらいの感覚がありますね。怖い、めっちゃ怖い。よし。風がちょっと出てて、すげえ怖いです。でいらしたら車内なんないですよね。友達なくしますよ。友達と行くときはぜひ配慮をしてあげてくださいね。おお、怖い。ワイヤー不定、一人かちょっと安心。
着きました。はい、熊野古道にある吊り橋でした。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。失礼します。